スロースペダース。Yeah.
そういう問題じゃない。いや、できるよ普通は。だよね。あ、やっぱこだわっちゃって。
映画だから映画だからな。こいつ住んでるの野方だけどね。A 型のお前、オツ。あ、じゃあ、アンツ、オツ、D2 です。じゃあ、時間ができちゃったんで、じゃあ、ちょっとお話を、今日ね、お客さんたくさん来てくれて、この暑い中で、ね、ありがとうございます。その中でも今日はですね、小学校、中学校の友達がいっぱい来てるんですよね。その中に、藤森君と小池君で、この私、堀弁って言うんですけど、この3人でね、この近く、新橋の、地下の新地下っていうのがあって、そこの地下街にですね、有名な新橋亭って、新橋亭って書いて、新橋亭っていう中華料理屋さんがあって、そこでね、3人でアルバイトしたことあるんですよね。でね、そこのね、中華の新橋亭でね、肉まん、まんじゅう作りのね、有名なね、任徳在さんっていう人がいてね、その任さんがね、私にね、いつも言うんですよ。おい、お前よ。お前や、お前が作る肉まん、ほんとね、真心、やはしさがないんだよね。こういけね、こういけ、こういけって、こういけの作る肉まんも、ほんとね、やはり、真心がありまして、最高に美味しいんだよね。お前、ダメだよ、お前と作る肉まんは、いつもこうやって言われたんですよね。その人、誰なの？任徳在さんなんだよ。そんなことでもいいんだよ。なんで話か聞きたくないんだよ。まだ大変なの？ズロースの話聞いてよ。こんばんは、ズロースの話。今日は、7月13日、長瀬育さんでね、何の日か知ってますか？何の日か知ってます？お盆の日。あ、それのが大事かもしれない。いや、今日調べたらね、7.13 って713、713でしょ。な、全発君今日は乗ってるの？はい、押せ。自己主張強いね。ない。713、713、ナイス。ナイスな日って言うんだって。でね、ナイスなズノスブラザーズとね、一緒に今日は盛り上がっていただいたと思うんですけどね。ね、ちゃん、ベンちゃん、そろそろワールドカップも終わったね。そうだ、残念だな。でも日本が残念だったよな。何言ってたよ、あんた。あんた見て安心なんだから、別に残念なことだよ。そうだよね。ところでさ、民徳財産なんだけどさ、まあ、これなくていい。いや、そうだね。関係ないんだよ。ところでさ、ワールドカップってまだ終わってねえよ。明日の朝4時からね、ドイツとアルゼンチンの決勝じゃないかよ。日本が負けたらもう終わってんだ、気になってやそうです。でもさ、ワールドカップ終わるとさ、俺たちやっぱ目標がなくなっちゃうっていうかさ。何言ってんだ、ベンちゃん。いいかい、目標なんてのはね、なくていいんだよ。俺たちみたいなね、おっさんになったら、今ある流れで生きていけば、その後ろに目標なんて、ちゃんとできるんだよ。分かってんだろ、しっかりしろ。何言ってるか分かんないんだけど、ちょっと分かるように気がするんだけど、こいつバカだからね。あの話はこれとかお父さん、ちゃん、俺ね、若いことデートする。え、またかよ。相変わらずは。で、どこでデートする？炒めし。炒めしや。お前さ、炒めしやって、お前いつも猫飯食ってんじゃねえのか。炒めしってお前食べたことあるの？ないよ。何の炒めしって。炒めし？炒めし、炒めしって言ったらね、代表的なものってカルパッチョだよね。カルパッチョ、カルシチョとかさ、あとカラムーチョとか知ってるカルパッチョ。今日、すいません、すごい自由なライブなの。バンドの人にベースさ、今ワインを取りに行って持ってきたの。話の途中で立場って分かんなくなっちゃう。だからね、カルパッチョ、カルパッチョ分かんない。カルパッチョ教えてやる。カルパッチョっていうのはね、生の牛肉になんか特別なソースをかけて食べるのがカルパッチョ。で、牛肉に、肉にかけるのがカルパッチョで、魚にね、タレをかけるのがトトカルチョ。トトカルチョ、炒めしちゃったら博打もできるの。そう、わかるんですよ、バカだからね。トトカルチョ、なんだなんでもあれなんだよ。自由すぎる。どう言ってやるんだろう。じゃあ行きますか。ねえ、アドリブで喋るの大変だもんね。なんか言っとけ。なんか言おうか。猫の真似しようか。俺はね、俺はね、こっちだよ。
ょっと似てない、ちょっと似てない。いやいろいろ。じゃあ次の曲いきます。ルックバックブラザー。
ところで猫ちゃん、ミート具材さんは、うるせえなこいつ、知らないじゃん俺。最近さ、ちょっとあのなんだっけ、あの薬物ね、汚染がまた芸能界に広まっちゃってさ、大変なことだけどね。そうだよね、ベンちゃん、はい、あんまり人に言えないけどさ、うん、いいじゃないこの学校は、清原とかさ、ガクトも上がってんだってよ。ガクトは違うだろ、ガクトはさ、あの集団的自衛権で徴兵に行ってたら戦争に行くんだよな。何の話してんの。ガクト動員ね、ガクト出陣じゃねえのか。ベンちゃん、そういえばさ、アスカもやっとおじさんで出てきたね。アスカな、アスカは旅出所してるな。ああ、うん、アスカの先にちゅうさ、うん、マネージャーが2人いるんですって。マネージャー2人いるの。そうだよ、うん、どのマネージャーとどのマネージャー。チーフマネージャーとシャブマネージャー。アスカのマネージャーって猫ちゃん、なに、あの最近さ、脱法ドラッグの問題になってるな。あれやってたのよ。いや、あれだ、危険いや、分かってんだけどさ、ちょっと気になったから、この間ちょっとだけ買ったんだよ。で、何度かやってみたんだけど全然飛べないのね。で、飛ぶのはね、髪の毛ばっかなんだよね。どうしてだよ。で、よくさ、あの見たらさ、脱毛ドラッグだった。ベンちゃん、実は俺も嫌いじゃないからね。あ、お前も好きなの、やっぱり流行りも好きだ、流行りも好きだ。飲んだらね、いきなりうんこが近くなっちゃって。それ海面でいいじゃん。よく見たらね、ダッブンドラッグだったんだ。ダメだね。ベンちゃん、はいよ。暑さもあれだね、昨日なんてよ、30何度で昨日の子じゃないでしょ、ここ多分45度ぐらいじゃないの。暑いよね。ベンちゃん、うん、俺たち土地なんだから、うん、熱中症には気をつけよう。そうだな、熱中症気をつけようだ。猫ちゃん、何、ねえ、チューしよう。ねえ、チューしよう。ベンちゃん、はい、あの一日の中でさ、うん、キスしたくなる時間帯があるんだけど、いつだか分かる。キスをしたくなる時間帯って何時頃。午前猫ちゃん、最近さ、若いお母さんのさ、なんかあの虐待が問題になってるよね。あれはダメだ。そう、ひどいね。この間さ、松本さんにワッと入ったのね。そしたら3歳くらいの女の子がさ、ギャーギャー、あの子みたいにギャーギャー泣き叫んでんだよ。そしたら、やんないでね、若いお母さんがその女の子ね、パチンって引っ張られてさ、ダメだ、何赤ちゃんみたいにギャーギャー泣き叫んでんだよ。ダメだ、人生最後のマクドナルドにするよってね、とどってんだよ。それじゃマクドナルドじゃなくてドナルドマクドだな。あれ猫ちゃん、猫ちゃん、その女の子ね、お母さんに何て言ったの。何て言ったの。赤ちゃんやめました。だって全然面白くねえ。ベンちゃん、はい、そろそろ梅雨も終わりだすね。ああ、梅雨ね、今日明けたかと思ったけどちょっと曇ってまた雨降りそうなんだけど。雨降って地震が止まるの。だけどさ、猫ちゃんのお店東京町って言うんですけどね、東京中一年中あれ梅雨なんじゃないの。そうなんだよ、よく言ってくれたね。俺の店はね、一年中ね、冷ややっこだろう、そうめんだろう、厚揚げ煮だろう、シューマイだろう、全部めんつゆで。今できるな。そう、めんつゆ命。大したことあるのはここだけだね。昔あるところにね、うん、ある女の子がいてね、俺にね、うん、恋の相談をしに来たんだ。やっぱりな、猫はな、恋大きい男だからな。そして、その、あの、なんて言ったんだよ、それ。あの、耳の中ポチして聞いといてね、はい、俺はお前さんの心の穴は埋められないんだけど、うん、体の穴は埋められないっつって。さすが猫ちゃんだね。それでさ、その女の人って誰なんだよ。誰。今の嫁さんなんだよ。
でね、そのおかげでね、二人子供ができちゃってね、一人はね、早稲田に行って、今年留学するっつってね、あの面白い話したのか、ちょっと自慢でこれ、面白い話していい、あ、いいよ、そのせがれたちが、誰にも俺と口聞いてくれないんだよ。なるほどね、親がいなくても怖くなって言われた。笑えねえよ。パパ行きます。うん、大丈夫。うん、どぼけた、どぼけた、どぼけた。あのちょっとあのこの業務連絡っていうか打ち合わせの話なんですけど、さっきギターがね、せんが切っちゃってね、あの構成の順番がコロッと変わりましたからね、で構成今から戻しますんで、今までのことはなかったと思ってください。猫なんだっけ、お前反抗してんのか。もう集団自衛機の使いながら今打ち上げちょっとした火花つってね、時々あるんですよ、あのステージ上でちょっと殴ったりとかね、あるんですから。まあ今日は抑えておいて、猫ちゃん、だけどもそんな、まあ、さっきからとぼけたばかりって顔してないでよ。次の曲バンバン行こうぜ。そう、バンバン行っちゃうぜ。さあ
よかったです練習してきなさい、リハーサル感じだよ。だから今度の時は1時間前集合、シャボン玉の練習から始まりますね。そこに慣れちゃう。じゃあちょっと告知させてください。鈴木一郎が来年の統一選挙に出ます。あ、でもそれはまあ置いといてさ。やめてやめて、出てくるから言うの言わないで。我々、ね、次のライブはね、7月に誰か止めてこの人、ね、7月23日じゃなくて8月の24日、日曜日に、吉祥寺にありますね、スターパインカフェというライブハウス、結構いいライブハウスなんです。そこでですね、私が昔所属していたミスタースリムカンパニーという劇団の、ね、イベント、毎年2回やってます。8月と、ね、11月やってるんですけど、その夏のオーガストというイベントにね、どうするかしています。やはり6時ぐらいで、スタート必要予定ですので、そちらも、Facebook とかね、Mixi とか、私のブログとかね、チェックして、ゾウスプラスブログもありますから、それチェックしていただければ、見れるようにしてくださいので、それとですね、今日は夏、もう夏ですからね、ちょっとセールシーズンなんで、今日特別にゾウスプラザーズのセールやります。カウンターのね、受付のところにですね、ゾウスプラザーズの CD があります。普段だとね、2000円、バッチつけて2000円のところ、50% オフで、今日は1000円で、バッチつけて売りますんで、よかったら、ゾウスプラザーズ面白いなと思ったら、結構普通の CD と違ってね、お芝居とかね、コントポップ入ってますんでね、買っていただければ嬉しいです。というのが、告知。あと、8月にちょっとテレビがね、温泉窓被大作戦というね、土曜ワイド劇場、2時間ドラマなんですけどね、ボディーオープンさんとかね、いろいろ出てます。岩田がたけちゃんとかね、出てますんで、それで私、刑事で出てますんで、それもよかったら見てください。ということで、他に何か告知ありますか？はい、ギターのペイチです。告知を、来週19日の土曜日に大岡神って漫才でギター弾いてまして、原宿クロコダイルでライブをやります。台湾はワンナイトというすげえかっこいい漫才、ぜひ見てください。あの辺にちょっとチラシを置いてきますので、今度の時そちらも覚えておいてください。よろしくお願いします。それでは、いきますよ。これは皆さん歌ったりとかね、動き、振りもね、覚えてる人一緒に、振りやってくださいね。ごめんなさいね、あと2曲あるそうですじゃあいきます、ハリケンコHey, so cool.
なよ。驚けたからってよ、目をそらすなよ。で本当にね、ちょっとねいろいろと喋っちゃったんで最後の曲になっちゃいますけど、またズロスガラスねここでもやりますんで、また見に来てくださいね。よろしくお願いします。それでは最後の曲、ズロスガラス戦後最大のヒットナンバーかな、右手が恋人動くぼ戦後you、yeah.
一番イマジネーションマンあいつだ。あいつだ。レゴさん、任徳財さんなんだけど。あいつだ。おどガリガリ君か。ガリガリ君ビッグバーグの出たんだぞ。